こんにちは。今日はですね、憲法ですね、憲法の判例、表現自由の判例についてポイントを押さえていきたいと思います。このチャンネルではですね、私が2年目で行政書士試験合格した受験勉強をもとに、試験対策、勉強方法についてお伝えをしています。それでは早速始めていきますね。行政書士試験ではですね、憲法、例年5問出題されます。択一で20点ありますので、ポイント大きいですよね。そこでなんとか4問以上、取れるようにですね、対策を行っていただければと思います。で、今日はですね、この憲法のところ、判例の対策としてですね、この表現の自由ですね、表現の自由、ここも、よく過去問なんかでも出てますけど、ここのちょっと代表的な判例2つをですね、ポイント絞ってですね、お伝えいたします。1つ目、博多駅事件ですね、がありますね。ご存知ですかね、博多駅テレビフィルム事件なんていう呼び方も、してますね。ここで押さえるポイント、2つあるんですけど、簡単にですね、この博多駅テレビフィルム事件がどういうものだったとか、いうことですね。昭和40年代なんですけど、博多駅で、その当時学生運動をしていた学生と、あとその機動隊ですね、とかが何か衝突をして、学生が逮捕されたりとか、そういうことがありました。それでその学生側が、権力の乱用とかですね、そういったことで裁判を起こしていく中で、裁判所がですね、その当時現場を撮影していた、テレビ局ですね、に対して撮影していたテレビフィルムを、裁判で、必要だということで、テレビ局に対してそれを提出しなさいということをテレビ局に命じましたと。そうすると、テレビ局がですね、報道の自由です。21条。に違反するんじゃないかっていうことで、訴えを起こしたっていう、事件になります。行政書士試験の対策でですね、必要なポイント、この判例について言うと、2つあって、ここに書いてある通りですね、1つ、報道の自由ですね。報道の自由っていうのは、憲法の21条1項ですね、集会結社、表現の自由、この21条1項の保障のもとにあるということになりました。じゃあ、取材の自由はどうなんだと。で、取材の自由については、ここ、試験で問われるんで、ポイントなんですけど、保障、21条の保障のもとにはないと。保障はされてないけれども、尊重には値すると。21条の趣旨から考えると、この取材の自由っていうのは、尊重に値すると。で、ここ試験ではですね、これを入れ替えたりとか、いうので、過去問は出てますね。その取材の自由は保障のもとにあるとかですね、もしくはその報道の自由が尊重に値する。っていうような入れ替えで試験が出たりするので、ここをですね、覚えておきましょう。私も受験勉強してた時、どっちが保障のもとで、どっちが尊重に値するかって、過去問で何度か解いてもちょっと間違えたりしてたので、ここポイントですね、きっちりと覚えておくようにしましょう。報道の自由は保障のもとにあって、取材の自由っていうのは尊重に値すると。この取材の自由についてはもう一つそのポイントがあって、尊重に値するっていうことにはなったんですけど、ただし、制約がありますよと。で、それがどういう制約かというと、公正な裁判を運営するためには、その取材の自由っていうのが制約されてもやむを得ないという、判旨になったということになります。簡単に整理するとこの2点ですね、博多駅事件。報道の自由、21条1項保障のもとにあって、取材の自由ですね。これは尊重に値する。ただし、公正な裁判を運営するためには制約があってもやむを得ないということになります。足別過去問、これ持っている方はですね、この問題集の52ページのところですね。で、ちょうどこのあたりの問題が出てますので、復習がてらにですね、チェックいただければと思います。で、2点目ですね。2点目の表現の自由で、主な訴訟としてですね、ちょっと場所を変わります。このレペタ訴訟というのがありますね。そうですね。2013年の過去問でですね、丸々このレペタ訴訟の問題というのが憲法の問題で出ています。これどういう訴訟かというとですね、1980年代の出来事なんですけど、当時日本のですね、大学の法学部の教授だったローレンス・レペタっていう人ですね。ローレンス・レペタさんが、裁判で傍聴人としてその裁判に、傍聴していましたと。傍聴人としてメモを取る行為ですね。メモを取る行為っていうのが、当時のその裁判所のルールで認められなかったと。で、そのことに対して国家賠償請求の訴訟を起こしたと
いうのがこのレペタ訴訟ですね。ローレンス・レペタさんの訴訟になります。まあ、行政試験の受験、試験対策っていう観点からしてですね、いくつかまあ争点があるんですけど、ポイント、大きなポイントですね、3つ挙げてます。一つがですね、この傍聴人のメモ。傍聴人がメモを取るっていうことですね。これは、まあ、憲法82条の裁判の公開。この82条の裁判の公開で傍聴人がメモを取ることは権利として、まあ、保障しているか保障していないかっていうのが、まあ、争点の一つとなりました。で、結果、裁判所の判断っていうのは、傍聴人がメモを取ることっていうのは、この82条の裁判の公開では、そうした権利は保障をされていないということになりました。まあ、あくまでその公正な裁判で、一般に国民に公開するっていうことをまあ保障していることであって、傍聴人がメモを取るっていうことの権利を保障しているものではないという判断になってます。で、二つ目ですね。二つ目っていうのがこの、そしたら、じゃあ傍聴人がメモを取ることっていうのは一切認められないのかっていうことがまた争点にもなりました。じゃあ一切認められないのか。で、そこはですね、傍聴人がメモを取ることというのは原則認めるっていうことだったんですね。原則認めますと。原則っていうのは特段の事情、例えばその公正な裁判の運営に何かこう支障をきたしたりとかするようなことがない限りは傍聴人がメモを取ることはまあ認めるということになったんですね。で、ここがまあ二つ目です。で、最後三つ目ですね。三つ目のポイントっていうのがこの判例ではあって、それは何かというとですね、なんか司法記者クラブの所属の報道機関ですね。その記者に対してのみ、その記者に対してのみですね、メモを取ることを許可していたんですね。まあ、そういう状態っていうのは、この憲法14条1項ですね。そこは法の下の平等ですね。憲法14条1項、法の下の平等に、それは違反しないのかと、その、記者クラブの記者のみにメモを取ることを許可していることを認めている状態っていうのは、14条1項に違反しないのか、ということに対しては、結論としてはですね、まあ、14条1項に違反はしないということに、なりました。ね、ここをまあ、押さえていくようにしましょう。これ、いずれもですね、このレペタ訴訟っていうので、2013年の過去問でですね、ここの争点っていうのが選択肢としてですね、出題されてます。足別過去をお持ちの方はですね、このあった、ここのレペタ訴訟にここの関する問題っていうのはですね、54ページのところからですね、出題されていて、まあ解説も載っているので、そこでちょっともうちょっと細かく、詳しくですね、チェックしていただければなと思います。まあ本日はですね、博多駅事件レペタ訴訟についてのまあ講義でした。で、まるまる同じような過去問と同じようにですね、問われることはないかもしれないですけど、選択肢の一つとしてですね、過去出てたポイント、争点のところからこう一つ抜き出して、まあ、混ぜ込んでですね、試験に出題するっていうようなことなんかはあると思いますので、まあ、問題演習、過去問とかですね、繰り返しながら、おそらく出てくると、お持ちのテキストとか過去問で出てくると思いますので、チェックをしておいてください。それではですね、本日は以上とさせていただきます。これからもですね、行政書試験、受験に必要な、情報をお届けしてまいりますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。